はい、エコネこんばんは。ハルケです。今回はエボリューションおすすめ強化選手を紹介していきたいなと思います。今回対象とするエボリューションはこちらのフューチャースターグローアップになります。こちらのエボリューションやるためにはですね、75,000コインもしくは 350FC ポイントが必要ということになってます。選手の条件としては総合最大88、ペースが最大92、プレイサルプラスの数が最大1つの選手、対象外は RWB、 レアリティがフューチャースター、ポジション合計最大3つということになってます。アップグレードとしてはレベル1でペースがプラス2、パスがプラス3、守備がプラス3、レベル2ではですね、シュートがプラス3、ドリブルがプラス2、体幹がプラス2、プレイサルプラスで的確なパスがつくということになってます。それでは個人的におすすめの強化選手を紹介していきます。こちらがフューチャースターグローアップのおすすめ強化選手になってます。ビルヒャル・ムズドッティル、ビュール、そしてパブロ・バリオス、ムサ、ビセックと、個人的にはこの5名が特におすすめかなというふうに思いますね。まずはビルヒャル・ムズドッティルですかね。この選手めちゃくちゃ名前難しいんですけれど、目標で、ゲットできる選手になるので、一応75,000コインもしくは 350FC ポイントだけで、完結できるというふうな選手になってますね。まあこの選手は冷静さがね、80、もともと80で、そこがね低かったんで、まあこのエボリューションで82に、まあ、なるのかな、っていうふうには思う。そこが結構でかいかなと思います。でスピードに関しては速いものがありますし、ラピドのプラスもねもともと備えてはいるので、まあスパサブとしてこれでよりこうなんですか、有能に、なれるかなというふうに思いますね。でまあパス能力はね高いんですけれども、やっぱ冷静さが低かったので、まあそこの部分でちょっと邪魔されて通らなかったりとか、する部分があったんですけれども、このプレイサルプラス、的確なパスのプラスがつくことでよりちょっと補完されたというふうな選手になりますね。なので結構このエボリューションではもともとね無料で獲得できるっていうふうなこともありますし、非常にやる価値はあるかなというふうには思いますね。そして続いてはビュールですかね。ビュールミニリリースで来た女子選手になるんですけれども、まあもともとこの人も値段は安いので、まあそれなりに強化しやすい選手かなというふうに思います。決定力高いですね。高くなれますし、レーサーも87までいくと、でペースがある程度あって、まあパスもある程度出せて、ドリブルが軽くって、保険でフィジカル持っていると、まあパスが上手いっていうふうなところはサイドの選手として非常に素晴らしいなと思いますし、パスのね、プラスがこれで2つつくというふうなことになるんで、サイドからのスルーパスだったりとか、ビルドアップの部分で全く邪魔にならないという、そういう選手になりますね。であとはもともとテクニカルとか、ラピッドとか白のね部分いいもの持ってるので、結構普通に、強い選手にはなれるなというふうな印象ですね。まあ 4-4 でも良ければですね、個人的にはおすすめかなと思います。そして続いてはパブロ・バリオスですね。まあバリオスに関してもですね、まあ非常に安い選手で、ちょっと能力足りなかった部分がこのエボリューションで全体的にねプラス2されるっていうのはいいのかなと思います。で中盤の選手として的確なパスがつくっていうのは、一つでかいなと、いうふうに思います。プラスでねやっぱパス面ついてるっていうのはね、中盤としてありがたいなと思いますし、まあドリブル軽いし、まあある程度ディフェンスもしながら、フィジカルでゴリみたいなちょっと難しいですけど、インターセプト時とか高かったりするんで、守備もしながらちょっと攻撃にも出ていけるという、そういう選手になりますね。まあペースも87までいきまして、軽くってある程度速くってっていうような選手なんで、普通に使いやすい選手にはよりなれるなというふうなところですね。そして続いてはムサですね。まあムサもですね、目標かな、シーズン目標の方で、取れる選手になるんですけれども、結構この人もありかなというふうに思います。やっぱ中盤として、ただまあ逆足さんはねちょっと残念ではあるんですけれども、まあ、そこの部分でも的確なパスのプラスが補完してくれるのかなというふうにも感じますね。あとはロングパスのねプラスもついてるんで、この人も中盤として、パスのねプレイスタイルが2つついているっていうのは結構大きいかなと思います。でペースがやっぱりすごく速い選手になりますので、まあ攻撃の部分で抜け出していく速さだったりとかもあるという選手に、なりますね。ドリブル自体もまあ全然ある程度持てるっていう風な選手には
なりますし、守備もねしながらですね、これだけのスピードがあればですね、普通に強い、まあ、やっぱりなかなか目標だけのねその素の能力だったら、まあ、ちょっと厳しいものは、あるんですけれども、このエボリューションで強化できることによって全然普通にスタメンに食い込んでこれる、そんな選手にはなれるというふうに感じますね。そして続いてはビセックですね。この人はね素晴らしいなと思いますね。もともとねこの人も安い13,000-14,000ぐらいで買える選手で、プラスこのエボリューションで強化というふうなことになるんですけど、まあ、ペース85まで、行って守備能力だったりとかディフェンス能力も、うん、高くなるというふうな選手ですね。でまたパスね、ショートパスが99まで行ってロングパスも90まで行くというふうな、ことが素晴らしいなというふうには思いますし、まあでかいし、しっかり強い、空中戦も強い、守れる選手がビルドアップ能力もちゃんと手にできるという、そんな選手に、うん、なってますね。予測こそついてないですけれども、もともとのでかさだったりとかフィジカルを生かして、まあ、ある程度取り切れるっていう風な選手にはなるんで、なかなかこの人はね強いです。うん、本当にもともとコスパの選手非常に優秀だったんですけれども、まあ、このエボリューションを強化することで、うん、普通に強い、セリアの中でも屈指のセンターバックにはなれるというふうには感じますね。まあ、強化選手迷ってる悩んでるって方はこちらから選んでみてもいいのかなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。But I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up.